大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。はい、ということで4回戦目いきたいと思います。で、起用法を少し変えようと思いまして、カズキさんもだいぶ上がってきた、ソロンさんもだいぶ上がってきた、この1年生ね、1年生コンビ上がってきたので、ちょっとラクスさんをそろそろ鍛えたいなというところで、ラクスさんと津田くんを入れました。津田くんはね、可愛い女の子みたいなんで、まあもしかしたらね、もしかしたらうんっていうことがあったかもしれないんで、まあね、そこもうんと含めたところで頑張っていってもらいたいと思います。で、低評価つけたくんと白石くんじたんさん、このメンバーも頑張ってね、やっぱ育っていかないと、厳しくなりそうなので、本当はね、岡野とか入れたいんだけどね、岡野までも結構成長してるので、まあ、ここは低評価をつけた、やっぱエースとして貫禄を見せてもらいたいというところでございますよ。さあ行きましょう。じゃあ準決勝ね、準々決勝か、準々決勝行きたいと思います。では進路相談プロになれんかったら、本屋さんかな、本屋さんでどうし、でもきっとプロになれるから大丈夫だよ。おお、どんどん上がっていきよう。さあ準々決勝勝ちましょう。天谷源さん、コルルさん、コルルさん見て、やばくないか、今やってもだわ、これ2年生やからね、これ2年生ですから。源ちゃんもね、すごい調子が上がってきて打率が増えましたね。天谷、コルルさんかな、でもコルルさんに打ってほしい。弟さんの調子がいい、じゃあ今日も弟さんが先発。ここでさ、しっかり後半とさ入れ替えながら使えるのって大きいよね。あー、そうか、そういうことね。ゲンちゃん調子が悪いな。じゃあちょっとさくらさん出します。ここはね、やっぱね、調子がいい選手を出していきたいね。かがみさん調子が普通だから、超普通よりちょっといいよ、普通よりちょっといいからな。やっぱイディルさんもね、キャッチャーでかいけどね、キャッチャーでかいけど、やっぱこうしとこう。で、弟さんを場に持ってくる。そうだね、チャンスはそこまで強くないのが、そりゃ問題だったわ。そうや、こうなんや、こうか、こうなんや、打つけどみたいな、チャンスはそんなに強くないからね。じゃあこれでいきましょう。まあうろちょろとね、さすながら変えていくのも新しいでしょう。猫の目打線で、蛇の目打線、猫の目打線で打ってきましたからね。さあ、屋久島が強いんだよな、このチーム。屋久島来た、強いんだわ。A じゃねえか、相手。一応見ときましょうか。よいしょ。名門先行チーム、すでに三塁側一塁側、あ、B だ。カラフルな応援団も陣取っています。丹波森下、いや、なんか強かった記憶がある。これ、春の甲子園で当たってた気がするな。先行チーム、さあ、ランナーなしか。でも関係ねえ。長瀬チ、ホームランが欲しいところ。うわ、出た。おお、あんな中ね。うおっと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 、2点取ってないか。先行チーム取ってるぞ、取ってるわよ。最初のバッターボックスはピッチャーライナーに倒れています。マウンド上ピッチャーは丹波。しゃあ、2点取ってるのでかい。第2球、弟さんが抑えてくれれば、あとは 163?第3球を大谷陽。うわー、それ引っ掛けるわー、ボールを取る、それ悔しいぐらい引っ掛けるわ。スリーアウトチェンジ、やべ、抑えてるよ。ここは転がせかな、相手はティガーさんね。転がせ。第9、流せ。まずは見送りました。50球、あ、これを打たせてくるピッチング。1球目ストライクから、いつもの飯食ってるとこに可愛いお姉ちゃんがいる。どこ見てんだろう。でも飯食ってるやつはおるな、やっぱ。二塁ランナー三塁へ向かう。ファー。叩きつけない。次が4球目。投げた。シンカー。ああいう球、ああいうボールいっぱい打ってほしいよね。叩きつけるやつ。投球これから5球目。ああ、しゃあ、やばみだ。さあ行こう。抑えられるなよ。おお、しゃあ、素晴らしい。ここはよく見ました。さあ勝さん。打ってるね、打ってるよ。片目打ち欲しい、引っ張り。第9。投げました、打ちました、シャッシュ、ボールやった、ボールやった、投げました。わお、速い、164、まだ直球伸びる。第3球を投げました、打ち上げたか、ボール球打った、ライト線ぐーっと落とすか、取りました、落とさない、サード走れない。ランナーは一塁二塁変わりません。さあ弟さんですね、引っ張り、それは無理でしょ、それはダメでしょ。あー、惜しい。あのさ、スローボールなかなか打てんよ。ノーアウト一三塁、やべ、1点はかっこやな、1点はかっこやな。これは調子上げとくか、変化球だけどできれば三振が欲しい。ナイス。
身欲しいところだね。投球これから2球目。うん、コントロールあるからね。九州の精密機械ですから、なんて言ったって取れる。まあ、ゲッツーゲッツーゲッツー、よしよしよし、1点はしゃあない、1点はしゃあない。でもランナーなしだったのでかい。ゲームは後半に入ります。今日はピッチャーライナーとピッチャーゴロ、身長引っ張り。第9落ちる落ちる、そのフォーク投げた。はい、よし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 、三遊間の当たり。オッケーオッケー、いいバッティングを見せ、うーんと、ワンアウト1、2塁。いいね。さあ、猫丸さん、追加点のチャンスです。猫丸さん、ここはまだちょっと早いな。でもな、三振、なんで三振になるの。なるほど、早いからか理解した。でも引っ掛けでやるよりは、うわ、早い早い。第3球を投げた。うわー、よ、3打席連続三振って第9、そんなことあります。高め、ボール、早すぎる。第2球投げた。うえうえ、打てるか。よう2点取ったな、これ。外のボールだ。うーん、ちょっとね、超スローボール引っ掛ける、超スローボール引っ掛けるとこがあんな。ワンアウトランナー1塁、シャーマヤリードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生、早いな。シュートと152キロ。第2球、うちの直球と変わらんけんな。直球はボール、肩どうなってんだ。投球は3球目、うお、進化。もうこいつプロやな。もうプロですよ。第4球、ドラフト1位ですよ。投げました、打ちました、走れ。石黒を掴んだ。ショートから1球、惜しい。アウト、ワンアウト。でもワンアウトランナー1塁、流し打ち。第9、投げました、初球を引っ掛けた。ファール、守備いいね。第2球、投げました、すぐ投げよう。ボールよく見たのか、手が出なかったのか分からん。投げました、あー、引っ掛けたか。守備いいからな、西尾君。これは平凡なレフトフライ。まあ、オートさんはな。まあ、オートさんは。おっと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 、走れ、走れ、走れ。これ三角ボタン押してる。これでツーアウト。ランナーは二塁。三角ボタン押しても意味ねえけど。引っ張り。第9、投げました。またそれ、超スローボーラー、テラさんやめようぜ。どうせ打てんから。初球空振りから。もう。はい。いや、わからんで、今のは。セカンド牽制、二塁タッチセーフ。しかし打点があんまついてないな、弟さん。しっかりこう。さあ4球目、手出せ。おお、怖っ。思い切っていこう。投げた、ブーン。おフォーク、ツーアウト1塁。これもちょっと危険ですね。スタミナよりも、ここまで2打席連続三振。だからでも連続三振中、緩急、投げた、ライト締めいっぱい、ストライク、抑える、抑えるよ。一塁牽制、タッチ、アウトって言ってくれてもいいけど。第2球、投げた、打ちました、取れるよ。ファールか、叩きつけた。追い込んでから第3球、内角低め、チェンジアップ外れてボール、シュート、第4球を投げた、オーケー、ストレートやった。8回の表、さあ、チーム攻撃に入ります。さあ、ここはもうしっかりと、しっかりといきましょう。流し打ち、投げました、初球。うわ、なんで、ファール、流し打ち、流し打ち、1球目ファールから、引っ掛けないでね。投げました、それは無理だわ。高め、際どい球、もう手出しだね、それ。第3球を、後ろのやつめっちゃ手出しよ。投げました、手出しよ、手出しよ、めっちゃ手出たきよ。ジャバって言われたこと、お前もかい。第4球を、おお、投げました、ボール、よし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 、よー見た、よー見た、おうおう、でテレビ映る人だったら、投げました、アウトコース、さあ来たよ、さあ来たよ、もうフルカウントになったらもうこれでしょう。投げた、出た、抜けるか、抜けねえ、超スローボールが打てねえな。なんでや、なんでなのだ。ワンアウトランナー1塁、守備、守備気合いまくって一人変えるか。じゃあラクスターにあったイリルさんを変えて、キャッチャー A、さあここキャッチャー A の出番ですね。なおかつ急成長も使ってゲッツーが欲しい。第9、投げた、おっと、キャッチャーごと変えるね。投げた、はい、ナイス、タイミング合いません。あ、どっちもキャッチャー A なんだ。そういえば第3球を相馬パスタ、ほらー、オーケー、肩 A、 さすが肩 A、 さすがですね。場面でバッターは3年生、西尾、
今日はここまで3打数ノーヒット1三振。でも8回まで投げ切っておけば初球ストライク第2球2球目空振り。これで追い込みました。西尾くん怖え。第3球そう打ちました。取れるよ。よしこれで3アウト。よしあっさりあっさり来た。稲本結構早い。軽くここまで来たけどさ9回の裏1点を追いかけます。抑えれば勝つとか。薬島攻撃に入ります。先頭バッターピッチャー出したいけどな。ワンアウト取って考えよう。投げた初球に送ってストライク。10分およそ10分か9分ぐらいでここまで来たのかな。軽く来たね。チェンジアップはストライク。もうね前々回ぐらいの試合なんか30分喋ったから、ね、追い込んで前回前々回そのよう喋った。どうぞ死ぬかと思ったわ。そりゃー取れるよー。よいしょ。オッケー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 。ここは及びません。さあピッチャー変えていきましょう。ピッチャー変えていきましょう。で比嘉君を出すか。まあ比嘉君でしょうね。でもね待てや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 。ファーストと変えるか。何かあった時のためにこうしよう。先行チーム何かあったらまずいからね。熱血持ち前の熱血が力を何もないと思うけどね。抑えてくれると思うんだけど。投げました。インコースに送ってストライク。まずは入れてきました。頑張れ。第2球ふん見送ってストライク。おお入ってる入ってる。あれ入ってんの。1球1球低めを高めですけど投げました。打ちました。おお高めですけど勝利まであと1人。あと1人年生石黒。さあ変えていこう。チームここはじゃあここは時短さんを出しましょう。先行チームで守備も変えていきましょう。須田君と源ちゃん。サードは楽さん。さあさあここはもうしっかり変えていって成長もねしてもらいながら頑張ってもらうと。そりゃナイス。まずは決めてきました。いいよいいよ。変わったところにボール飛ぶらしいからね。サード気をつけて、ね、ストライク。いいね。魂を込めて投げ込みます。いいね。度胸がいいね。ほー低めボールが回った。あまや全然ちぎんじゃねえか。変わったところに飛んでちぎんじゃねえか。1点差1点差を勝ちました。あーいいねいいね。津田くん津田くんかわいいよ。ありがとうございました。津田くんかわいいね。かわいいね。男ん子ですけどね間違い起きそう。見て見てギラギラ眩しいマイフレンズほのかに香る春の降ればくじけらびたいな俺たちのドキドキの未来をつかみ取れ。ときめくときめけときめけば本体わからんの気まする心。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。準決勝か意外とあっさり来たね。はい抑えは時短さん勝ちました。まあ守備が上がってきた。さくらさんもね比嘉君もコントロールが、上がってきたし、まあこの1、2番あ1まあそうねあの弟さんとのね比嘉君のコンビ、いいものがあると思います。何が言いたいかわからん。大引くんもまあ足が上がってきたし尻上がりになったし、そうね8回までほぼほぼ無失点で抑えたわけだからね。猫丸さんもパワーがあったしコルさんも上がったしで、まあ白石くん須田くん和樹さんこの辺上がっていかないの。あ上がっていくの逆に出しないの。松田くん楽さんは楽さん楽さんあったあったパワーがおーいいねいいね上がっていきますね。評判がまだ上がるって超名門かなんかなんだ。しゃあ準決勝ですか。ここのちょっと一歩みたいね。これ一分どう。さあなんか直してくれ直してくれ。ここで愚痴っていくなよ。ここで愚痴っていかんでくれよ。あしゃ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 あ一発でなくなった。ホームラン打たれなくなった。素晴らしい。もう一回見直そう。でもまた1がある。ある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 。これバッティング。もうバッティングなんか上がれ。ゲンちゃん上がった。ケンさんも上がった。ホルさんも上がった。いいよいいよみんな上がってきた。素晴らしい素晴らしい。
岡のね一級セーブ男。はい、ということで次は準決勝頑張っていきたいと思います。よかったらチャンネル登録と評価お願いしたいと思います。目指せ1000人チャンネル登録、お友達1000人生きるかのチャレンジ中でございます。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイちゃーん。